はい、で眉カットのやり方動画になります。まず理想の眉型が目頭、眉頭が目頭の延長、眉尻が 小鼻と目尻の延長線になるので、ここと目の3分の2、目頭から3分の2のところが眉山になるので、ここですね、こうつなげて最初はまずは描きます。頭から目の真ん中ぐらいまでは下から上に毛流れがいっていて、真ん中から上からこう生えてくる感じになるので、その毛流れに沿って一回ちょっと目閉じてください。眉頭の方は下からこうも当てて上に引き出します。でここをするので、引き出し方をちょっと工夫しながら、ちょっと長めに残してカットします。で取り切れないところとかは少しフリーハンドで整えていくのが良かったになります。